プラズマチェーム GMBH で製造された10ナノメートル刻みで発光する量子ドット量子ドットとは3次元すべての方向から移動方向が制限された電子の状態のことである。量子ドットは半導体などの物質の霊気子が3次元空間全方位で閉じ込められている。その結果、そのような物質はバルク半導体と離散分子系の中間的な 電子物性を持つ。主に半導体において、結晶成長や微細加工により、原子のドブロイ波長に相当する大きさ、数ナノメートル20ナノメートル、ナノメートルは 1X10 から9メートルの粒状の構造を作ると、電子はその領域に閉じ込められ、電子の状態密度は、離散化される。閉じ込め方向を一次元にしたものを、両シード構造。 二次元のものを量子細線、そして三次元すべての方向から閉じ込めたものを量子ドットと呼ぶ。イノズ K の量子ドットは赤外領域での、セリー K の量子ドットは可視光領域での新しい発光材料として、それぞれ期待されている。量子ドットは1980年頃に EN ・アレクセイ・エコモフによってガラスマトリックスの中で、 そして EN、ルイス E ブラスによってコロイド溶液の中に発見された。量子ドットという名前は1988年にマークリードによって付けられた。状態密度がエネルギーに関してデルタ関数的に完全に理算化する。すなわち特定のエネルギーに状態が集中するため、定式位置、高ゲ原因、熱特性の良いレーザーが理論的には実現可能である。 半導体量子ドットは三次元的な空間閉じ込めをナノスケールで達成する量子構造で、その量子閉じ込め効果は原子と同様な離散的な電子状態を作り出すので、量子ドットでコヒーレントに光冷気された電子は長時間コヒーレンスを保持する。量子ドットを作成する技術は現在も発展途上中であり、様々な方法が模索中である。 大きく分けると、出来上がった材料を、プロセス技術を用いて、微細加工する方法と、材料の結晶成長時に形成する方法の二通りに分けることができる。代表例をいくつか挙げる。量子ドットは、その得意な電気的性質により、特に単電子トランジスタ、量子テレポーテーション、量子ドットレーザー、量子ドット太陽電池や量子コンピュータなどへの応用が期待されている。 そのためには大きさの揃った量子ドットを作成する必要があるが現在のところ有効な手段は知られていない。イノズ量子ドットを活性層に用いた半導体構造幅器は現在主に用いられている量子度構造を用いたものよりも周波数特性が良いため実用化が期待されている。この応用はドットサイズが揃わずゲイン波長域が広いことが 利点になっている。量子ドットは、蛍光色素として、バイオ研究にも使用されている。この場合、量子ドットは、ポリマーコーティングされ、水中で使用しやすいように、作成されている。このポリマー材質は、各製造会社によってまちまちであり、使用者には公開されていないのが現状である。このコーティングされた量子ドットは、二次抗体や、ストレプトアビジンなどと、 協約され蛍光染色用色素として販売されている。染色に量子ドットを用いる利点は長時間の冷気交渉者でもほとんど退職しないことあり、一つの細胞に関して複数の画像スライスを取るような場合に絶大な効果を発揮する。さらに冷気スペクトルが広範囲に及ぶため単一冷気波長により発光波長の違う量子ドットを用いて同時に 複数の発光を得ることができる。UV などの冷気光を使用した場合、ストークスシフトが大きくなるため、バックグラウンドが低く抑えられる。量子ドットの発光強度も強いため、発光フィルターにおける許容波長をプラスマイナス10から20ナノメートルに抑えることができ、バックグラウンドを抑えるとともに、同時に使用できるフィルター数を増やすことも可能である。また、 量子ドットは三次元的な量子ドでもあり、電子が立体的にトラップされ、擬似的な原子として振る舞う。特に多摩対象の量子ドットを作成した場合は、準粒子としての電子、成功が原子に似た空構造を示す。量子ドットのコアに使われるカドミウムは、汚染物質として規制されているため、テレビや太陽電池などの民生向け製品として、 大量生産に供されるためにはカドミウムを使わないカドミウムフリー漁師ドットの発明が急務となっていたカドミウムフリー漁師ドットは2010年代中頃に発明され漁師ドットを用いた民生品の実用化が始まったソニーがアメリカの QD ビジョンと共に2013年発売した液晶テレビ XBRX900A には微量の カドミウムが使われているが、ROHS 指令や使用国の規制値はクリアしている。ありがとうございます。